右の肩がめっちゃ凝ってます。ブンブンカワカワブンカワです。今日はですね、プロッターのこのファスナーケース、いろんなサイズ展開があるんですけれども、各サイズにどんなものが入るかとか、メリットデメリットとか、そういったお話をしたいと思います。よければ最後までご視聴ください。去年の9月にプロッターの新商品として登場したこちらのファスナーケースですね、皆さんもお持ちでしょうか。プロッターは1枚側にバックプレート、そしてリングが装着されただけのとてもシンプルなレザーバインダーなんですよね。通常のシステム手帳と違って本体そのものに収納機能が一切備わっていないレザーバインダーなんですけれども、このようなファスナーケースを装着することで、プロッターに簡単にね、収納スペースが生まれる、そういったね、アイテムが登場してます。ファスナーケースに関してはですね、別の動画で詳しく話しているので、そちらを見ていただければと思います。このファスナーケース、地味に便利そうだなと思って、私はとりあえず今発売されている M5 スクエア、ミニロック、ナロー、バイブル、英語、ね、6サイズ分全部コンプリートいたしました。4ヶ月ぐらいですかね。9月だから10、11、12、1。ね、今4ヶ月ぐらい経つんですけれども、まあその4ヶ月ぐらいいろいろと使ってみて、これは入る。このサイズにはこれが入れられる。このサイズにこれは入らないとかね。そういうのが大体分かってきたので、今日はね、どのサイズにどんなものが入るかとか、ね、そういったお話をしたいなと思っています。今ですね、プロッターからは全部で6サイズ分のファスナーケースが登場しています。すべてのファスナーケースはプロッター用ということで、11ミリリングに適したファスナーケースが作られています。大体のシステム手帳のリフィルって同じサイズであれば他の手帳とかに使い回しとかできたりするんですけれども、このファスナーケースに関してはですね、11ミリリング用で作られているので、ちょっとね、他のサイズではね、使えない可能性もあります。早速なんですが、ファスナーケースね、このサイズに何が入る、何が入らないとか、そういったお話をしていきたいと思います。まず一番小さいのが M5 サイズになります。M5 サイズのね、ファスナーケース。こんな感じで装着しております。M5 といえばね、このプロッターの本革カードケースなんかがあって、こちらはね、カードが入るんですよね。名刺とかが入れられる、そういったね、名刺とかが入れられるものになるんですけれども、ファスナーケースに関してはですね、実はカードが入りません。ファスナーのね、開口部分がちっちゃかったりしてね、そもそも、カードサイズのものを入れることは非常に難しい、そんなサイズ感です。なので、もう少し小さいものを入れるっていうのがいいんですけれども、私はですね、今は絆創膏を入れています。出先でちょっとね、手を切ってしまった時に絆創膏を貼るだとか、靴ずれしてしまった時に絆創膏を貼るとかね、絆創膏ってね、地味に使うんですよね。ちょっとした救急用品みたいな感じでね、絆創膏を入れております。まあ、この他にもですね、例えば、こんな感じで普通にね、フレークシールは余裕でたくさん入れることができます。ちょっと大きめのね、フレークシールとかも入ります。なのでね、フレークシール入れるのいいんじゃないかなと思います。あとはですね、私は旅行に行くときは、この片側開けてるんですけれども、ここに家の鍵をキーケースから取り外して、鍵を入れてたりします。キーケースを持っていかないようにするために、ここに鍵を入れるとか。あとは、スーツケースの鍵ですよね。ああいうのもちっちゃくて、でも持っていかないと困るし、みたいな感じのものとかあると思うんですけど、そういうね、スーツケースの鍵を入れる、アクセサリーの一時保管とかね、そういうのにも使えるんじゃないかなと思います。細々とした。他にもですね、付箋とか輪ゴムとかクリップとか、そういった細々とした文房具を入れるとか、ね、そういうのにもね、使えると思います。ということでね、M5 のファスナーケースにはね、こんな感じで、細々としたものを入れたりだとか、あとはですね、出かける上でちょっとあったら便利なもの、的なものをね、入れたりもしてます。他にもですね、お薬を入れておくとか、そういった使い方もね、いいんじゃないかなと思います。ぜひね、皆さんお出かけするときに、ちょっと細々としたものとかね、そういうのをね、ファスナーケースに入れてみてもらえればと思います。次に移ります。続いて M5 つながりで M5 スクエア行きましょうか。M5 スクエアはですね、高さは M5。で、横幅も M5 の高さと同じぐらいで作られたものです。ファスナーケースもね、高さは M5 と一緒なんですけれども、横幅がね、ちょっとワイドになっています。で、私はですね、視聴者さんと遭遇した時にね、お渡しするカードがあるんですけれども、そちらをね、M5 スクエアに入れています。横にね、このカードをこうやって横に入れるのは結構ね、難しいんですよ。ね。なかなか突っかかっちゃってできないんですけれども、こうね、縦に普通に入れる分には、カードね、入ります。
上から見るとこんな感じです。普通にねちゃんとファスナーも開け閉め簡単にできるぐらいのスペースの余裕があります。こんな感じでね私はカードを入れてます。反対側は完全にね趣味のスペースみたいな感じになっていて、半透明な部分からちょっとねなんか可愛いのが見えたらいいなってことで好きな紙物とかを見えるようにしております。私はここにねまあいわゆる名刺的なカードを入れているんですけれども、この他にもですねプロッターで行くと酸欠のリフィルメモパッドがねここのカード以外で行くとここにね酸欠のリフィルメモパッドが入ります。プロッターのねカードサイズのリフィルメモパッドですね、こちらがね入ります。このね酸欠のリフィルメモパッドね、だいたいカードサイズと同じぐらいの長さでして、ちょうどねいい感じで入れることができます。カードサイズが入るなら M5 も入るのかってね思われる方いらっしゃるかもしれませんが、 M5 のねリフィルメモパッドはねこんな感じで高さがねはみ出てしまうので、ファスナーケースには入れることができません。他にねこれ系のサイズ感でいくとキッタですね、皆さんねキッタたくさんお持ちだと思うんですけれども、キッタもね普通に入れることができます。キッタもねサイズ感的にはこのカードサイズと同じぐらいの大きさなので、ここのねファスナーケースにすっぽりと入れることができます。ファスナーもねしっかりと締められます。で私結構お出かけプロッターとして M5 スクエアを使うことが多くって、いろいろとこれ入れてみたいなと思って入れたものがあるんですけれども、まずねコースターですね、コースターコレクションとかをしておりまして、カフェとか喫茶店とかでたまに紙のコースター引いてドリンク出してくれたりするとこあると思うんですけど、あのコースターをね持って帰るんですけれども、そのコースター入るかなと思ったんですけれども、やっぱりねここのファスナーのケースの、ね、狭さとかがあってコースターはね入れられませんでした。プロッターの M5 スクエアの台紙にはちょうどね収まりがいいんですけれども、折れないようにするためにこのファスナーケースに入れて持って帰ろうって思った時にファスナーケースにはコースターね入りませんでした。それからねブロックメモ系ですね、ブロックメモ系もねここの入り口の部分が狭い関係で入れることができませんでした。やっぱり M5 スクエアとブロックメモね使われる方多いと思うんですけれども、こちらもね残念ながら入れるのは難しいよっていう感じです。カードサイズのリフィル、それから名刺ね、こういった感じのものが入れられるようになったのが M5 スクエアになります。ぜひ皆さんねこれは私入れたいなって思うものとかがあったらね入れてみてもらえればと思います。ということで M5 スクエアのファスナーケースにね入るもの入らないもの、だいたいねこんな感じでした。次のサイズに移ります。続いてねミニロックになります。ミニロックのファスナーケースね今のところね空っぽにしているんですけれども、ミニロックのファスナーケース皆さん何入れてますでしょうか。ミニロックはですね、M5 スクエアよりも横幅が狭くでも高さはあるということで、じゃあ M5 のリフィルメモパッドは入るのかと思って試してみました。こちらね結論から申し上げますと入りません。当てがった時にイメージ的には入りそうなんですけれども、やっぱりねここのファスナーのね開口部分が、1センチずつぐらいねちょっと狭まっている関係上入れるのがね難しいんですよ。なのでこうね入れる時にどうしても突っかかってしまって M5 のリフィルメモパッドはミニロックのファスナーケースに入れることができませんでした。なのでミニロックのねファスナーケースももしプロッターのリフィルメモパッドを入れるなら、酸欠のリフィルメモパッドになりますよっていうことをねお伝えしておきます。 M5 スクエアに入れられないものでミニロックに入れられるものっていうのはねちょっと思い浮かばなくて見つけられてないんですけれども、まあ M5 スクエアに入るものはこちらのミニロックにも入るだろうっていうねそんな感じかなっていう風にね私がちょっと入れたいものの中ではそんな風に感じております。そんなわけで次のサイズに移ります。続いてのサイズはナローサイズになります。ナローサイズについて復習しておきますと、高さがバイブルと一緒、横幅がミニロックと一緒、そんな感じのねサイズ感になっております。なのでミニロックよりもちょっと高さのあるレザーバインダーになります。ということでねこちらのレザーバインダーには何が入るのかなっていうところなんですけれども、ミニロックには入れられなかった M5 のリフィルですね、 M5 のリフィルが入れられるようになります。こんな感じでしっかりと入りましたね。先ほども申し上げた通りナローの横幅はミニロックと一緒なので、残念ながらミニロックのリフィルメモパッドはね、ナローサイズのファスナーケースに入れることができません。
ファスナーケースにリフィルメモパッドをセットするなら M5 かこちらのね3気筒のリフィルメモパッドになるかなといったね感じです。この他にねどういったものが入るのか試してみたんですけれども、まあ、高さがある分ですねちょっとペンケース的な使い方ができてくるのがこちらのねナローサイズ系のファスナーケースかなといった具合です。例えばですねこう一般的な15センチ定規ですね、こういったものもですね15センチ定規もね一応入れられます。ちょっとねこの出し入れがしづらいのでこの辺ねファスナーの部分をこうよいしょってねグッと押し込んで入れてあげる、そうすればね入ります。あの普通に入れようと思うとここのファスナーの金属とかにねカチカチ当たってしまって入れにくいんですけれども、ここをねグイッと押し込んであげればなんとか入る、そんな感じのねサイズ感です。あんまりやりすぎると壊れてしまうかもしれないのでねこの辺はまあちょっと自己注意が必要かなっていった具合です。まあ、定規の他にもですねこういったペン類ですね、こういったものもね一応ナローサイズぐらいになると入れられるようになります。なのでなんかペンを入れたり修正テープを入れたり糊を入れたりとかしてペンケース的な使い方をしていくっていうのもね楽しいかもしれません。ナローサイズのねこのスリムさであればペンケースとしてもなんか使えるぐらいのサイズ感になるんじゃないかなと思います。入れ方の工夫次第でねいろいろとペンケースとして楽しめると思います。最近は機内に持ち込めるようなハサミとかもありますし、ああいうのも入れるとよりなんかお道具箱的なそういった感じでもね使えるんじゃないかなと思います。小さなメジャー入れるとかねそういった感じでもいろいろ使えるんではないでしょうか。チームデミでしたっけ、ああいうのとか、緑の XS シリーズでしたっけ、ああいった感じのなんかものをシステム手帳でみたいなねそういったコンセプトでなんか入れられそうな気もしております。そういった使い方も楽しいんじゃないかなと思います。そしてナローサイズって長財布をモチーフに作られたサイズ感なんで、あのお財布実際に長財布的な感じで使ってみたいってね思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。ということでこちらのファスナーケースの中にお札もね入れてみました。こちらね高さ的にはちょうどねこのファスナーの開口部分に当たってしまうような感じなんですけれども、お札はこうね折り曲げたりとかねできるので、まあ入れられることはね普通に入れられるんですよ。一応このように頑張れば入るんですけれども、正直ね出し入れがしづらいね。ファスナーも一応こうやってね入れられれば閉じることもできるし開けることもできるし、特にお札がねビリビリになっちゃうとかそういったこともない、本当にねギリギリのサイズ感なんですけれども、じゃあこのお札を使ってお会計しようとかね、そう思った時にこう出し入れとか結構ねやりづらいんじゃないかなと思います。普通のお財布のあのスムーズな出し入れみたいなああいった感じはねちょっとないなっていうところです。なので結論的にお札は入れられるんだけれども、あの実際のレジとかを想定してスムーズなお金の出し入れとかを考えた時にちょっとねっていう感じで、私はね三角かなっていう感じです。この辺は個人の好みでまあ判断してね使ってみてねっていう感じですね。私個人としてはナローサイズにお札入れて使うっていうのはねちょっと考えられないなっていうところですね。これだったら普通に折って使った方がいいやっていうそういう感じです。ということでナローサイズにどんなものが入るか入らないのかっていうねお話をしました。次のサイズに移ります。続いてバイブルサイズになります。高さはナローと一緒なんですけれども、横幅がねちょっとワイドになったタイプになります。今ですねこちらのバイブルサイズにも空っぽにはしているんですけれども、バイブルサイズにもねどんなものが入ってどんなものが入らないのか試してみました。まずですねナローサイズに入れられなかったものがミニ6のリフィルメモパッドなんですけれども、ナローサイズどうか試してみます。まずですねナローサイズには横幅が一緒だからということでミニ6のリフィルメモパッドが入れられませんでした。そんなねミニ6のリフィルメモパッドなんですけれども、バイブルサイズになれば横幅がワイドになるので、一応ねミニ6のリフィルメモパッドこんな感じで入れることがねできます。ミニ6の高さとこのバイブルサイズのこのファスナーの開口部分のね狭さとを考えると、本当にねちょうどシンデレラフィットぐらいな感じのねサイズ感で出し入れすることができます。それからお札ですね、あのナローサイズはちょっとぴったりなんだよねっていうお話したと思うんですけれども、バイブルサイズにも同じく1万円をね入れてみようと思います。バイブルサイズにね1万円入れるのもやっぱりね高さがこうちょっと窮屈な感じがあるので、
折り曲げて入れるんですけれども、やっぱりちょっと横幅とかにも余裕があるので、ナローサイズよりもバイブルサイズに1万円札入れる方が出し入れ若干しやすいかなっていう風にね感じてます。こうお札をねこうぐにゃんってして出したり入れたりするんですけれども、この横幅にちょっと余裕がある分、ちょっとね角度がついてやりやすいのかな、ちょっとねこう角度とかがつきやすいのかな、気持ちスムーズに出し入れしやすくなったような気がします。でこの感じでお財布として使うかって言ったら私はね使わないんですけれども、まあナローサイズよりは出し入れがしやすいかなっていう風にはね感じております。無理くり入れてる感はねそこまで感じないので、一応ねお札は入るよっていう風にしています。この他にもどんなものが入るか入らないか試してみました。まずですね、ミニロクのリフィルが入るんだったらトラベラーズノートのパスポートサイズのリフィルも入るんじゃないか、そんな疑問が生まれまして試してみました。こちらですね、トラベラーズノートの純正のパスポートサイズのリフィルです。サイズ感的にね高さはほぼほぼミニロクなんですけれども、横幅が気持ち大きい、それがねパスポートサイズのリフィルです。ではね入れてみようと思います。こんな感じでね一応入りました。ただちょっとねこう今ねファスナーが若干突っかかってる感じ、あのスムーズに開け閉めができない感じはねちょっと否めないかな。あの背表紙側をあのファスナーの方に入れてセットしたので、まあそんな大惨事にはなってないんですけれども、これ逆側の方とかにしたらもしかしたらあのファスナーと噛んでビリビリになっちゃうかなとかね、そういった不安もあります。そういったね不安も若干ありますね。トラベラーズノートのパスポートサイズが入るっていうことは、あの純粋なねパスポートも入れられるっていうことになると思うんですけど、純粋なパスポートも一応入るんですけれども、ちょっとこうねあのファスナーのところで突っかかりとかがあるので、両手を使って開ければ一応ねパスポートも入れられるよっていう、そういったサイズ感です。出入国の手続きの時とかにどれだけスムーズさを求めるのか、日常的に大切なものを保管するっていう意味では全然苦にはならないと思うんですけれども、あの旅行の入出国の手続きとかするときにこのパスポートをね使う場面あると思うんですけれども、あの場面でこの動作ね、この動作本当にしますかっていうね、そういった部分があるかなと思います。特に今はデスク上に置いてこういった操作してますけれども、ね、出先だと都合よくデスクないと思うので、立ったままこうね閉めたり開けたりしないといけないと思うんですよね。それ本当にやりますかっていうね、そういった部分、その辺をね少し検討していただくのがいいのかなと思います。まあ入れられないことはないけれども、ちょっと出し入れはスムーズではないよというふうにねお伝えしておきます。それからですね、私アシュフォードさんのリフィルを使ってバイブルサイズを通帳ケースにしているんですけれども、プロッターのこのファスナーケースも通帳ケースになりうるのかということで通帳も入れてみました。こちらにね通帳用意したんですけれども、イメージ的にはね入りそうな感じですよね。入れてみます。高さ的にもちょうどねこの開口部分の出し入れのところがぴったりぐらいの、そんなサイズ感ですね。ということで通帳入りました。ファスナーも閉じれました。ファスナーも普通に開きました。通帳を出します。ちょっとここね突っかかりますっていう、通帳出す時にねここちょっと突っかかるな、さっきもねここをこうクイッてやったらあの出し入れしやすくなるよとかね、そういった話したと思うんですけど、あんな感じで突っかかる感じがねありますが、一応ね入れられないこともないです。ただやっぱりアシュフォードさんのあの通帳ケースの方が通帳の出し入れはね確実しやすい。通帳もねそんなに頻繁に使わない人、とりあえずその大事なものを保管する場所として保管する、あのさっきも言ったようにパスポートとか通帳とかとりあえず貴重品としてここに入れておく、まあ、それぐらいの程度であれば全然支障はないと思うんですけど、じゃあいざ銀行に行ってこの通帳をこうやって出し入れするかって言ったらちょっとやりづらいかもしれないね。操作がこうスムーズではない感じがねあると思います。なのでこの辺もねお好みで通帳ケースにするしないも判断していただければいいのかなと思います。出し入れがちょっとスムーズじゃないけれども、一応ね入れられるよっていうことはお伝えしておきます。っていうのがバイブルサイズのファスナーケースのサイズ感でした。先ほどナローサイズではちょっとね定規の出し入れ一応入れられるし一応ね出せるんだけれども、まあちょっとね突っかかりとかがあったと思います。バイブルサイズにねこの同じ15センチの定規入れたらどうなのかっていうのをね試してみるんですけれども、バイブルサイズの場合はですねこのちょっとナローよりも奥行きがあるというか横幅が広いので、
定規のね、この最初にファスナーに入れる方の端っこを奥の方まで突っ込んでからこうやって入れてあげるとスムーズにね出し入れすることができます。なのでペンケースとしてより使いやすいのはね、正直バイブルサイズのこちらのファスナーケースになるのかなっていう風にね感じております。続いてラストになりますが、ラストは英語サイズのファスナーケースですね。英語サイズになるとファスナーケースそのものが大きくなりますので、収納力も格段にアップします。バイブルサイズにはミニ6のリフィルメモパッドまでが入りましたが、バイブルサイズのリフィルメモパッドもこのように入れることができます。それから先ほどね、ちょっとスムーズに操作のできなかった通帳ケース、パスポート、そういったものも入りますし、トラベラーズノートパスポートサイズのね、リフィルも余裕で入れることができます。基本的にそうですね、バイブルサイズまでで入らなかったものとかは、だいたい収納できるのではないかなと思います。私は英語のファスナーケースに、昔ね、プロッターのポップアップでいただいたリフィルメモパッドの切れ端をセットしてまして、こちらのイラストとか文字の練習本で練習するときのなぞり書きとしてね、使っております。DP 用紙が程よく透ける感じでね、ちょうど使いやすくて気に入ってます。で、練習し終わったやつはね、とりあえずここにポイポイポイと放り込んで、こんな感じでね、使ってます。ページの上でなぞり書きとかすることが多いので、片側はね、何も入れないようにしています。デコボコとかをなくすためにね、何も入れないようにしていて、まあ、こんな感じでね、使っております。今日はですね、プロッターのファスナーケース全6サイズにね、何が入って何が入らないのかっていうのを実践しながらね、ご紹介させていただきました。この他にもですね、このサイズにこれは入りますか、あれは入りますかってね、気になるものがあったらね、コメントとかいただければと思います。私が持っているものであればね、お試ししてみることもね、できます。そうそう、ブロックメモなんですけれども、バイブルサイズでもね、ちょっとこうね、はみ出てしまいますね。これ比較的ね、小さめのブロックメモなんですけれども、バイブルサイズにね、ちぎったらまあ入れられないことはない、バイブルサイズならちぎったら一応ね、入れられないことはないよねっていうぐらいのね、そんな感じのサイズ感です。ただですね、奥まで押し込んでかなりギリギリのところまで来ているので、まあ、気をつけないとファスナーとね、噛んでしまう可能性はあるので、この辺気をつけていただきたいっていう部分と、よくね、文房具店で並んでいるこちらのね、ブロックメモに関しては、この横幅がね、結構厳しいので、この向きになるかな？この向きにしたら、このね、横向きにしたら一応ね、入る。そういった感じですね。なのでちょっとブロックメモもバイブルサイズでね、ギリ入るか入らないかね、そんな感じのサイズ感になってますね。よくある 50×50 の付箋ぐらいであれば、おそらくね、スポッと入るのではないかなと思います。ということで、プロッターのファスナーケース全6サイズにどんなものが入ってどんなものが入らないかっていうのをね、シェアさせていただきました。こんなの入れてますとかね、ありましたらコメントとかでね、ファスナーケースの使い方を教えていただけると嬉しいです。ということで今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。